日本の国産ワクチンはなかなか進んでいないということで、もう、少なくとも1回接種した人の割合は OECD37 カ国中ですね36番目ということで、ございますし、あるいはですね、この世界においてもですね、世界各国におきましてもですね、相当この接種者の比率というのが、まあ、低くなっておりまして、109位という、データも出ております。まあ、日本は先進国にもかかわらず非常に少ない。そして、国産ワクチンについても、今この4つの国産メーカー頑張っておりますが、コロナワクチンで。ただ補助金なんかがですね、本当にちょろっとなんですね。こういうところにですね、まあ超単位とは言いませんけれども、こんな数十億とかの補助金でですね、我が日本の国産ワクチン大丈夫なのかということで、今日本はもうワクチン敗戦とも言われておりますし、今ロシア中国がですね、ワクチン外交ということで海外にどんどんですね、ロシアのスプートニク含めて、ワクチンを提供しているということで、これ安全保障上も大変重要なテーマになるということであります。で、私もいずれ10年前もですね、問題意識持って国産の4社、これ新型インフルエンザですが、ワクチンの新しい株ができたら半年でワクチンをパッと作れると、こういう国産の4社を選んでですね、相当育成を始めたわけでございますが、それも途中で、自民党政権になって尻切れトンボになったんではないでしょうか。この1ページ目でございますけれども、これはですね、私が大臣させていただいたときに、その当時の足立政務官や官僚の皆さんの発案でですね、新型インフルエンザが一段落したときにですね、当時尾身先生もあるいは岡部先生もですね、加わっていただいて40人超える専門家と約7回討議しました。そして本当に教訓がいっぱいありましたんで、10年前、新型インフルエンザのパンデミック起こりましたので、それをまとめたもの、これ分厚いものがあります。これ今も厚労省のホームページに載っておりますけれども、その中でもですね、国産ワクチンの生産体制の強化、米国の CDC などを参考に新たな機関を作るべきとかですね、 PCR 検査を含めた検査体制の強化とかですね、まあいろんなですね、医療体制の強化、 あらかじめの人物金の支援とかですね、医療従事者が死亡とか後遺症等の場合の保障とか、発熱センター等の設置時に誤解を与えない名称とか、相当10年前苦労しましたのでですね、こういう教訓をまとめたんですが、これが自民党政権に引き継がれてないんですね。まあホットラインもですね、当時教訓でした、国地方医師会医療関係者等とのホットラインのあらかじめの確認ということ、これをですね、自民党が引き継いできちっとやっていただいてれば相当違ってたんじゃないかと。まあ、あれの政権の時もですね、この中の法制化はかろうじて実現しました、民主党政権で。ただその後時間切れになって、これ自民党政権に引き継ぐ、わけですが、それをなかなかやっていただけなかったということもあります。で、やはり国産ワクチンの育成ということで、厚生労働省がワクチンメーカー担当なんですが、これ田村大臣ですね、やっぱり私も思いますのは、厚生労働省はどちらかというと非常に優秀な役所ですけれども、規制を主にするような機能が多いところで、産業育成するっていうのはですね、ちょっと苦手なんですねと思うんです。そういう意味では厚生労働省がワクチンのメガファーマを作っていくとかですね、国産ワクチンを進行するっていうのはなかなかこれ無理があるんで、ちょっと新しい他省庁も含めたチームを作ってですね、やはり多元的にこれやっていかないと、なかなか国産ワクチンはいつまでたってもですね、しょぼしょぼで終わっちゃうと。その中でこれはちょっと私も驚いたんですが、私もよくご指導いただいている石井先生、東大の教授、の記事が出てます。7ページでございますけれども、東京新聞の一面トップに出ました。ワクチン開発遅れた日本、3年前に治験直前国予算出さずということで、この先生は mRNA ワクチンをですね、マーズ用にずっと作っておられて、それで、5年計画でですね、受けた仕事で、当時ですね、独立行政法人医療基盤研究所基盤研がですね、2016年から毎年1億円ずつ予算つけてたんです。で、これがですね、本当は5年計画なのに2018年度最後に止まっちゃったと、3年しかやらなくて止まったと、ゼロになったと。このゼロになった予算書もですね、つけておりますが、これは非常にひどい話で、5ページ目でございますが、これゼロになっちゃってるわけですね、このラインマーカー引いてるところが。それでですね、これちゃんとこの mRNA ワクチン続けて
ていればですね、例えば第一三共でですね、今治験薬で難航してますけれども、もしこの研究がきちっと作れてたらですね、コロナ対応のワクチンについてももっと早くできたんじゃないかと、まあ、こういうことも言われておりまして、なぜこれ1億こういうなんかこう細かいことで切っちゃうのかということで、これはもう反省はありますですか。まあ、ウイルス感染者数がやっぱり少なくて治験が困難である、治験ができない、まあ、要するに治験しなきゃなりませんから、感染者は、まあ、ほとんどいないわけですよね。でそういう意味では治験困難であるということ で結果的にですね、まあ、この研究よりかはですね、まあ、希少疾患の創薬や新薬創出を加速する人工知能の開発などの他の感染症の研究、こちらの方に、まあ、移っていくと。随分私が聞いてるのと違いますね。治験はきちっとできると、ただし1億じゃ足りないんで若干増額要求したと。そしたらですね、増額するんならもうダメだということで切られたというようなことも聞いております。治験はできるんですよ。これちょっと役所の資料答弁書間違ってるんじゃないかと思いますけれども、ですからこういうですね、そのもっとそのワクチンについて、国産ワクチンですね、自民党政権なんかこう後ろ向きですよね。もっとですね、この国産ワクチンについて安全保障の問題もありますから、一厚労省の一部局に任せるんじゃなくてですね、国家としてですね、もっと予算もあるいは人員もですね、幅広くつけていただきたいということを、これ強くお願いを申し上げます。で次にですね、これも自治体から相当いろいろ問い合わせがある案件なんですが、先日早稲田議員もですね質問した件なんですが、このファイザーのワクチンを運搬するときですね、小口で運搬するときに冷蔵か冷凍かということなんですが、これ田村大臣も前回の先週の金曜日ですか、できれば冷凍で運んでいただく、これが一番いいと答弁されておられて、大幅な振動があれば効力を失う可能性がある、こういうふうに答弁されました。これ大幅な振動っていうのは、これ今自治体から私にも相当問い合わせが来てまして、大幅な振動があれば効力失うっていうのは、もしこれ振動で効力失ったら、これ自治体の責任になるわけですね。説明会でも厚労省は、いやいや運搬は自治体の責任ですと、こういうことを明確におっしゃられてるんで、自治体は相当今神経質になってるんですよ。この大幅な振動があれば効力を失うっていうのはどの程度の振動なのかと。これ実際ですね、日本でこのぐらいの振動なら大丈夫だとか、そういうチェックはしてるんでしょうか。もう今ご承知でしょうけれども、マイナス15度からマイナス25度の冷凍で、これは移送をしてもですね、いいと、これは品質が劣化しないというような、そういうファイザーからの報告がございましたので、今都道府県に対しましても、また市町村に対しましても、そういうような報告をさせていただいておるということでございます。長妻明君、これ都道府県、相当都道府県というか市区町村ですね、市区町村ですから相当混乱しています。今おっしゃったように、初めは冷凍だと、その次は冷蔵でもいいと、2度から8度プラスですね、いいと、その次はマイナス15度からマイナス25度、これ3月中旬のですね自治体説明会であって、まあ初め冷蔵で考えてたところが今度冷凍に切り替える、でもどうしようか迷ってる、こういう今自治体が大変混乱しているわけでございますけれども、これ結局ですね、どちら、まあ先ほど本来冷凍だとおっしゃって、しかも保冷バッグですか、これを4万個配布されたと、だいたい7億円ぐらいので、この保冷バッグっていうのはこれは冷蔵用ですよね。田村厚生労働大臣、先ほど申し上げましたけれども、小分けの要望があった、その時点で方法論としては、まあ冷蔵しかないわけですよね。冷蔵しか、冷凍でマイナス70度近くでですね、移送するっていうのは事実上、その、まあ、ファイザーから来る、ファイザーが管理しているところはそれはそのような体制で来ますけれども、小分けをして配るってこれ無理ですよね。でしかし一方で自治体からそういう要望がある中で、ファイザーとお話をさせていただいて、冷蔵も致し方がないということで、まあ、これそのためには保冷バッグが必要であるということでございますので、まあ、そういう意味でそういうオペレーションも考えてはいたということであります。ただその後ですよ、初めはそのマイナス15からマイナス25なんて話なかったわけですから、ファイザーでそれもいいという話がありましたので、そういう話が出てきたところで、まあ、これはそれも移送として使えますよということを、ファイザーからそういうことが後
後ほど出てきましたからそれでお伝えさせていただいた。で、まあ、この冷蔵パックはですね、あの保冷パックは、まあ、基本的に冷蔵ですけども、まあ、マイナス25度等々、15度からマイナス25度で保管できるような、まあ、そういう保冷剤があれば使えないことはないというふうにお聞きいたしておりますが、まあ、しかしそういう保冷剤というものを確保しなきゃなりませんから、なかなかそういう保冷剤自体がないので、まあ、そういう意味ではですね、あのそれぞれの自治体のご努力という話であるというふうに考えます。よくわからないですね、今の答弁も。私もですね、ファイザーにも昨日ですね、直接お伺いをしました。一定の地位の方に。それと自治体もですね、昨日ですね、これは一昨日か、自治体もですね、一昨日責任ある自治体のある自治体の方がファイザーのですね、あのコールセンター、医療自治体向けに詳細に確認してますけれども、ちょっと今の話と違う話も出てますので混乱してるんですね、自治体も。で、この冷蔵でこの保冷バッグ小分けで配るのは冷蔵でないと無理なんだと、こういうふうにおっしゃいましたけども、冷凍で小分けで配るってこともできるんじゃないですか。いや、だから冒頭小分けで配るのは冷蔵でないと無理だと冒頭おっしゃったから、この保冷バッグを配ったっていうのはどういうメッセージになるかっていうと、自治体にとってはですね、このディープフリーザーがあるところに4つとか5つ、あのいくつか数量決めて、保冷バッグ配ってるわけですけれども、これは冷蔵でいいんだと、まあ、いうような形で受け取って、厚労省の説明もそうだったから。でファイザーに問い合わせるとですね、いやいや、なかなかそれだと難しいと、まあ、いうような話もあって、じゃあ振動はどのくらいの振動なんだと、車の振動で大丈夫なのかと、じゃあ舗装した道、山道、舗装じゃないとこもいっぱいあるけれども、どうなんだって分かんないわけですよ、誰も。これぜひ一度ですね、私はですね、何しろ冷凍でやってくださいというふうにアナウンスを切り替える必要があるんじゃないかなというふうに思いますし、もし冷蔵でですね、どうしてもということであれば、やはり政府として、日本として実証実験をですね、このぐらいの舗装されてない砂利道であればこうだとか、もう本当に大きな、もう大変なことでない限り冷蔵でも大丈夫なんだとかですね、つまり自治体が恐れてるのは、あの揺れた時、効果がなくなった時、自治体の責任になっちゃうわけですよ、厚労省の責任じゃなくて、ファイザーの責任じゃなくて、まあ、そういうようなことを恐れてるんで、ぜひ大臣ですね、一度この実証実験、どのくらいの振動で2度から8度の場合は耐えうるのかというようなことを、ファイザーともちゃんと連絡を取り合いながらですね、再度明確に確認して文書を出していただけませんか。